どうもー、マッタンサーです。お願いします。よし、頑張っていこう。あ、僕の名前は、はい、小滝パーク。はい、小滝パークと僕佐藤君でお願いします。ありがとうございます。まあ、突然なんだけどね、ちょっと夢があって、漁師飯を食べるっていうね。漁師飯、大体港とかに行くと、あの、漁師の方が船乗せてくれたりするわけ。あ、いいっすね。ちょっとやってみよう。はい、漁師。漁師、わかりました。あ、漁師さん、こんにちは。僕東京から来たんだけど、よかったら。頼む、来てもんのかな。立った、日本の漁師やる。どこの漁師、アマゾン川とかそこら辺の漁師だ。日本の、日本の、日本の。あ、日本のやってくれ。もういいんだよ、それは。おいしい牡蠣が来る。アマさんじゃねえか。あ、美味しい牡蠣。女じゃん、それ。女、船出てこないし。船出てこない。男、おじいちゃん漁師。おじいちゃん漁師。おじいちゃん漁師。ああ、じゃない。こんにちは、あの、僕東京から来て、よかったら船乗せてほしいな。あれ、なんで人が海の上立ってんの。船出てんじゃねえか。俺海の上立ってないからね。それやめてくんない。海の仲良くなんねえと船出ないの。仲良くなってからまず。ういカモン。俺若いな、おじいちゃん。おじいちゃんらしさ出すよ、おじいちゃんらしさをさ。そう、36将棋じゃなくて、港で将棋とかやんないから。やんないすか。東京から来てるでしょ、俺。東京から、そこらにくっついてくんないと。そのまま出てくる。受け入れてくれ、そこはさ。受け入れてくんないと発射しないからね。受け入れて、で、まあ行くわけよ、ね。あー、おじいさん、やっぱ船乗って波すごいね。すごいだろ。うん、まあ、な、私ぐらいになるとな、もうこんな慣れっこだよ。高いって絶対言うでしょ。おい、私は何で船の上乗ったの。いや、しかも生えてるしね、酔うところ。あー、まあ、汚れることに関しては慣れてるから。どういうことなんですよ。汚れんの慣れてどうすんだよ。着いたぞ。あ、ここですね、ここです。まあな、ただ飯食ってもらうわけにはいかないから、はい、まあ、これなんか手伝ってくれ。あ、じゃあ掃除でもしましょうか。あ、まあ、この網引っ張ってくれよ。え、これいいんですか。まあ、引っ張ってくれ。じゃあ引きましょう、引きましょう。私は後ろで大量祈願の踊りを踊っているから。大量祈願の踊り。えいやー、手伝えよ、お前。まーる、はぎつる丸の CM ソングじゃねえか、それ。えいやまーる、おいしい CM ソングだけど、酒の CM だから、関係ないかんね。まるあれとかいいわ。まるまでやんなくていいわ。えいやー、なんで上がってる。いいよ、いいよ。テンション上げたくなくていいから、一緒に行くんだよ。あ、うーん、大丈夫ですか。誰だ、こんなとこにゲロ吐いたの。お前が吐いたんだよ、そのゲロ。汚ねえな、さっきからも。まあ、俺のならいいか。ならいいやじゃないか。慣れてどうすんだよ、もう。引くんだよ、もう。よっしゃ。お、結構これ釣れてました。バツー。あ、マクツルみたいに言うの。バツって何なんだ。ダメだったな。ゼロですか。ゼロだ。嘘だ、マジ残念だな、なんか。待ってろ、待ってろ。え、よいしょ。よいしょ、取れた、取れた。すごくない、それ。森で一月すごくない。タイだ、タイ。タイが。食え。え、いや、そのままじゃ。さばいてください。さばくのか。せめて。いや、そういえばね、はい、うちに3年ぶりに会った孫が来ててね。はい、あ、もうね、そうなんですか。タイが食いて、タイが食いてってしつこくてね。これ食わしてやりてえなぁ。さ、召し上がって。食いづらいよ。普通に食わせろ、すっと。いいんですか、じゃあ。食え、食え。じゃあいただきますね。うん、うまい、このタイ。嫌そうな顔すんな、もういいわ。どうも、ありがとうございました。